声のヒステリックさとはイメージの違う意外と普通の40後半ぐらいの女性がドアを開けてくれた。応接室に通され、そこで手紙を見せる。〇〇の字です。でも返信用封筒が刑務所の住所だなんて私にも分かりません。でもあの子はおとなしい子ですから。違う、その後会話で彼女の弁を信じるのに、〇〇とは高校卒業後閉じこもるようになった。おとなしく優しく、でも証拠はなく、彼女たちが部屋には居場所がなかったという人らしかった。20代後半の年齢でネットで調べたり、ページに物を復帰していたが、それには触れられない。マスコミの方なら〇〇の居場所を調べられるのか。お願いします、もう一度会って謝らせてください。自分には一般人ができることしかできないことを前置きした上で、分かったことがあったら連絡いたしますと伝えた。〇〇さんの部屋、もしよろしければ見せていただけませんでしょうか。恐る恐る聞いてみた。彼の記した別の文章があれば、自分で筆跡を照らし合わせることもできるし、何かしらのヒントがあるかもしれないと思った。一瞬戸惑いの表情を浮かべ上げた。そうだね、でも〇〇に友達に会えたそう言って、彼女は2階へと泳ぎ回した。確か3部屋あった2階はどの部屋にドアが閉められていて、廊下は薄い。一番奥の部屋へと通された。古いタンスと押し入れがあるだけの部屋だ。おもりと聞いて想像していた PC や本で言われた話があまりに違う。思わず、ここが〇〇さんの部屋なんですか。こちらが彼女が指さして、この時点で体が震え出した。声が出そうに、彼の部屋は押し入れでもなかった。押し入れの中には周波が分からない、空から神経の中があちこちに立っていた。血の気が吹くように彼女の手を失う心臓が死んだ。彼女はこの天井裏が〇〇が好きだった部屋なんです。彼女は懐中電灯、押し入れの天井裏に天板の上に押し上げ、その板だけが張り付いた部屋を見ている。覗くように促される。彼は逃げ出したかった。でもすでに理解不能な状態で、今思うと朦朧としたような気がする。その天井の穴に顔を入れた。人が住んでいたのだから当然なのだが、天井裏の窓にも小窓がついていることになった。けど後ろで何かが動いた気配だ。慌てて考えたら何もなく、彼女は押し入れの外に。霊感などは全くない自分だが、恐怖から来る気迫だった。それは強く、体に押されるようにして完全に部屋を閉めた。小学校の教科書、外国生らしい女の子の子あんまり嬉しい。机や椅子の類はない。収納箱もただ床に物が置かれているだけ。求めていた彼の直筆のものはないようだった。急な頭痛と吐き気があった。怖いのかもしれない。彼女は店では
本当にしては前後に。その日はそのまま帰り、酒を煽って寝た。何一つ解決していないし、気になる